はい、こんにちは、勝間博物館です。さあ、今日は新 UR 剣士登場イベントということで、第63代北斗神拳伝承者龍拳ということで、若き頃の龍拳ですね。めっちゃ強そうです。引いていきましょう。ボーナス枠の使用率が 20% ということで、だいぶ出やすいと思います。そのうち 20% のうち 8.4% で出ますということで、12,910 ありますのでやっていきましょう。まあこれは天井まで行っていいかなと思っています。ただ今日は中この動画来た、この動画中にはね無理だと思うけど、3万点成績が必要なので、3万は少ない。まあ今んとこ1回出てるからね、5分の1なんで、5回で1回が出るから、さあ次出てもいいんじゃない。もう5回引いてるからね。よし、いい。あー、ダガール祭りだな。ダガール祭りですね。時間は今8時半ぐらいです。あ、いいね、宝珠祭り。レベルがついにマックスに到達したので、 EXP ショップっていうのがあるんですけど、経験ショップ、それが結構いいんですよね。これ2400の経験値で宝珠がもらえる。でこれ28920を超えるとカンストしちゃって引き継がれないので、ギリこのギリギリをちゃんとあれしてます。1回分だからこれで多分1000か2000ぐらい損しちゃったのかな俺、これで。マジかーと思って。さあ全然ダメですね、龍拳はね。こいつほんと強いんですよね。全然出ないな、やっぱ。いや、ちょっとアイテムの引きも悪いですね。紫が全然出ない、緑ばっかり。ひどいな、ほんと緑ばっかり。いやー、出なさすぎでしょ。いやー、出ないね。30連かってぐらい、2万2000。あ、だとすると天井は2万4000か。60回なんですよ、天井は。よし、はい。あー、ヒューイー SR ばっかだね。 UR 剣士が出ない。お、いろんな証とか希少が出た。てかまだラオウやっててさ、このイベントってつらいよな。俺ラオウ早めに出てよかったわ、ほんと。課金せずに済んだ。今ラオウ順位すごい下がってるもん俺。700位ぐらいかな確か、このサーバーで。おいで龍拳、おいで。しーん、いやマジで出ないね。 SR ばっかりじゃん。きつー。っていうか北斗の剣の日ということで、今日7000万ジュドルもらったけど、本当嬉しいね。ジュドル不足すぎてさ、育成も進まなければ何も進まなかったけど、でもこれで龍拳が出てきたらそれに全部使っちゃう羽目になるけどね。出ないねー。いやー、もう3000やばいな。まあちょっと今日中、この動画中には無理かもな。剣士とりあえず今んとこ4回、シン、キュウ、ダガール、ダガール、確率は捨ててるか。来た、また SR でしょ。ほら、もう絶対そうだもん。一
1万使って5回え、ちょうどだね、確率だね、本当に引けないだよな。さあ25回だから確率、そうだ、確率か、ちょうど、あーもうダメじゃない、無理じゃない、終わりじゃない、あい、最後これで多分、いやダーガール3回、410使うか、ダメでしたね。30連しても32連かな。あっ出そう、ひょーひょうさん、何回回した？33回、無料分も含めて33回ですね。あ、75回だと80と赤5分もらえる。しし、でも75だと3万なのか。でも、今、経路解放で剣士のかけら使いまくってるからな、大事っすよね。いやーダメでした、33連してもダメでしたね。まあ明日以降動画ではあれですけども出したいと思います、はい、それではまた明日。